一緒に腰振るだけで上半身がみるみる痩せる。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。今回おすすめするのは、胸のたるみやたるんだ二の腕、背中やお腹の脂肪が全然減らない、そういった人にぴったりな筋トレ方法になります。スマホまずは顔の前に置いてもらって座りましょう。まずは肩、手首しっかり振ってください。まずは今回ね、手首をつきますから、しっかり手首を振ってもらって、あとはね、肩結構だるくなることあるんで、しっかりね振っておいてウォームアップしていきましょう。今回は全部2セットずつになってます。1セット目は練習、意識をしっかり踏まえて、2セット目はしっかり意識を入れて上手に行うのが2セット目。頑張りましょう。 OK、じゃあ顔の前に置いて四つん這いになりましょう。そしたら手をつきます。このまま体を後ろに持っていって腰を動かしてみてください。まずは練習です。お尻を突き出したら反れてしまう腰、この腰を丸めていきます。これが今腹筋運動を行っている状態になります。今回はこの基本の胴体部分を意識した状態でずっと動きますから、しっかりね腰を丸める、お腹に力入れる練習。 OK、 今度はねちょっとお尻をさっきより後ろにして腰を振ってお腹に力を入れてみましょう。呼吸も合わせて息を吐きながら、ふーふー、腰を丸めながら息を吐いて、これが今体幹に力を入れている状態です。この体幹部をカチッと固定した状態で今回のメニュー進みますから、身につけておいてください。よし、 OK、で今度はこのまま体を前に持っていってつま先を寝かして、これでキープ。できるだけね肩の下に手が来るようにしてください。まずは練習です。この時にやっぱりお腹が下がらないようにちゃんと肩から膝までをまっすぐにする意識、さっきやった腰をキュッと、お尻をキュッと締めた状態で体をまっすぐ保つ、これが体幹を入れている状態です。抜けちゃうとこうなりますから、もしくはこうなる、お尻が入れた、はい、これを意識した状態で2セット目上手にキープしてください。悪い例はね、お尻が突き出たりお腹が下がったりするのが良くない。いい例はちゃんとカチッと切れる、このカチッ体幹を入れたままこのままキープ。手の幅はね、難しかったら少し前にしてもいいですし、肩の下が一番ベストではありません。お腹に力入れたままですね、力がふにゃーって抜けないようにカチッとね、腰とお腹とお尻、この3つを意識、頑張っていきましょう。 OK、 そしたら今度はお尻、お腹、腰をカチッとしたままで上下にちょっと揺れます。まずは1セット目は練習、お腹を下げた時にお腹伸びないようにね、それなりにちゃんとカチッと決めたままでお尻、お腹を下ろす。手首対してはね、たまに休んで手首回してくださいね。手首つく面に多いですから、マイペースでいきましょう。それをカチッと決めたままですね。よし、 OK、 ちょっと手首痛いよっていう人は手の位置をねちょっと楽しみしてみるとちょっと楽になります。またはグーでもいいです、お任せします。じゃあ本番いきましょう。
お尻、お腹、腰を決めたままでお腹をグッと伸ばす。これはね、お腹を鍛える方法としては腹筋ローラーと同じ原理です。腰とお腹、お尻を固めて力入った腹筋が伸ばされるっていう鍛え方。これすごいお腹周りがね、引き締まりますから、ちゃんと意識してね、やってください。OK。 はい、じゃあ今度次はですね、今のままで腰、お腹、お尻決めてゆっくり肘曲げながら降りましょう。そしたら上体を反らして起きる。まずは練習いきましょう。お尻、お腹、腰を決めてゆっくり降りる。上体を反らして体を起こす。体を起こすときもちゃんとね、お尻、お腹、腰を決めたまま上がる。できればこうならないように、まっすぐにした状態で上がっていく。じゃあ次、ちゃんと意識をしてやってみましょう。お尻、お腹、腰、今回ポイントです。体幹を入れる。入れたままで降りる。体幹を入れたままで肘をゆっくり曲げる。そして体幹が抜けて上がらないように、できるだけ体幹決めたら体幹決まったままで上がっていく。ゆっくり降りたら体幹、お尻、お腹、腰決めたままで上がる。あんまりお腹が遅れないようにね、やってください。よーし、 OK。 で今度はね、今みたいな感じで体幹入れたままで肘を曲げたら上がってください。まずは練習です。ゆっくり降りて上がる。この時にね、悪い例は降りてお腹が遅れちゃう。上半身の気持ちで上がっちゃうとアウト。いい例はゆっくり降りたらちゃんと床を押して上がる。そうすると体幹が抜けません。ちゃんと体幹力入れてね、行っていきましょう。体幹ちゃんと入れてね、こうやってやっていけば腹筋よりもお腹周り鍛えられますから、お腹すごい引き締まりますんで、ちゃんとね、無意識でやるようにね、意識をしてやっていきましょう。はい、じゃあ上手にやっていきましょう。肘を曲げれるとこまで曲げたら上がる。お腹、お尻、腰意識して上がる。ゆっくり降りたら床を一気に押して上がる。どちらかというと降りるときはゆっくり、上がるときは速くっていうイメージです。あんま肘曲がらない人はね、少しでいいですからね。ゆっくりで OK。 はい、じゃあ今度はね、バージョンアップします。膝をつかずにやってみましょうか。できる範囲で結構です。まずは練習。はい、お尻、お腹決めたままで肘が曲がるところまでいったら上がると。マイペースでいいですからね。ゆっくり降りたら上がる。まずは練習です。上がるときにやっぱりね、上半身の気持ちで上がらないように押してから上がる意識ですよ。ゆっくり降りて押したら上がる。ゆっくり降りて OK。これ結構手首に負荷かかるんで、手首をね、振りながらマイペースでいいです。あともう一回で終わりですからね。はい、じゃあ今の意識でいきましょう。ゆっくり降りたら一気に上がる。お腹、腰、お尻カチッと体幹入れて上がる時もできるだけまっすぐ。あんまり肘曲がらない人はね、ちょっとでもいいです。とにかくね、お腹が遅れないように体幹意識してやってみてください。毎日やったらね、慣れてきますからね。
オッケー。はい、じゃあ座ってください。クールダウンです。このクールダウンしないとね、体がガチガチに痛くなりますから、ちゃんとクールダウンしましょう。肩回しです。肩後ろ回して、前にも回して、手首結構使いましたから、グリグリ振りましょう。まあでもこれでね、手首痛めることはあんまなくって、リハビリみたいにね、可動域が狭くなってる人が広くなるだけなんで悪くはないんですが、やっぱりそういう実痛いことがあるんで、一応ねこうやって手首回して肩も回してください。はい、 OK。 今回のメニューちょっときついなと思ったかもしれませんけども、きつい方がね、たまには効果が出ますから、いつも慣れたストレッチとかやるんじゃなくって、たまにはこうやってしっかりね、胸、背中、二の腕、お腹、腰鍛えるメニューやってみてください。頑張ってできたよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。